はい、こんにちは。今日はですね、スタンバイのスーパーロボ5ですね、ご紹介したいんですけれども、よくちょっとお客様に問い合わせが多いのがですね、壊れたっていうことなんですけれども、意外にですね、トラブルで多いのがですね、このレールですね。レールで、メダルがこう噛むっていうかですね、負荷がかかるとモーターが止まるようになってます。これの原因はですね、意外に多いのがですね、ここの間にある汚れですね。ちょっと見てみましょう。これさっき落としたんですけど、ここちょっと取ってもらえます？こういうカス、これバリがですね硬くなって、メダルに負荷がかかるようになってんですね。これが結構あると、メダルがどんどんこう噛んでいってですね、最終的にここが動かなくなります。っていうのがですね、これ面倒でもこれ全部開けてもらってですね、このカスを取るだけでも、モーター側に負荷がかかんなくなってですね、壊れるとか動かないということはなくなってくると思います。これの場合ですね、噛んじゃうとこのホッパーのところのボタンがバッと出てですね、動かなくなりますので、ちょっとですね、面倒でも一回全部バラしてもらって、歯ブラシとかでですね取ってください。汚れをバリを取ると綺麗に動くようになる場合が結構あります。意外にですね、故障じゃなくて、レールが曲がってるとかですね、お客さんで多いんですけども、レールが曲がるっていうのはあんまり実言うとありません。一回それ試してみて、それでダメだったら交換してください。で、中にはですね、メダルが曲がってる場合もありますので、メダルが曲がってるときはですね、ここ通ってるときに分かります。メダルが、こういうふうに回ってるのはですね、まっすぐな証拠なんですけど、たまにこの辺でグッグッとこう引っかかるやつが出てきますんで、それがあったら外してください。そうすることによって、結構長持ちしますし、メダルが曲がってないので、問題が解決する場合もあります。はい、じゃあ今日はですね、ちょっと、スーパーロボの紹介なんで、一応ちょっと一回動かしてみましょうかね。これこの前入荷したやつで、結構程度いいんですけれども、今全部汚れを取って、動かなかったやつを掃除してやると、全然問題なくこういうふうにして動きます。あとですね、ちょっとパチンコ玉を何個か入れてもらって、動かしてもらうと負荷がかからないようになりますので、 こっちでですね、コインを洗うボールとかもあります。そういうのを入れてみて使うのもちょっといいかもしれないですね。はい、じゃあ今日はですね、スーパーロボの5のご紹介です。はい、本日もありがとうございました。